2016年ゼルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円投資をしていったバイナリーオプション世界バイナリーオプションスペシャリストの半間亮先生です。1億円近く投資しておりました。その時に世界バイナリーオプションのスペシャリスト社として、地位を獲得いたしました。2017年は世界第2位でした。現在ゼルトレーダーは FX 統一となっております。で今回ですね紹介するのは15分足の、ハイアンドロー社のバイナリーオプションのインジケーターです。一番高いインジケーターですね。私が用意してるですね。で今シグナルがねこのように見つかってるのが 1,2,3,4,5,6 個あるわけですね。黄色文字になってるのがそうですね。赤はまだシグナルが見つかってないということですね。まあ現在ね、土曜日なんで9月1日土曜日なんで休みなんですけどもね。で見つけてるのは 100% 勝率のだけですね。1週間前から現在まで、もう 100% の勝率を探してます。 100% だけをね探してます。で、こっちの上にしていきますね。このやつをね、で右の方は全然見つかってないわけですね。で1番目は現1行目は、ね、現在のこの波形の勝率ですね。2番目は何かいいの 100% の見つかったものが表示されます。で3行目は分析してるね設定値ですね。これが 100% 以上にしてるわけですね。それで1個以上の取引であると。で 50.00 ピプス以上の取引平均1回あるシグナルですねを分析しています。でこれライン数ですね。この表示中の分析のライン数、1週間ちょっとですね表示中のね80% しか分析しませんから、1週間ちょっとの分析となっています。5分足ですのでね。でこれはモードもうこれはモードですね。これも設定値ですね。これをちょっと内部取ってお伝えちょっと説明がちょっとなしです。でこちらが残り分析時間ですねとなっています。いいのがねこれよりかじゃあ2行目よりかいいの見つかったら、ここに書き換えられましてね勝率と投資数これ4ですねとピップス平均値の利益のピップスですね。シグナル出てから決算まで15分のね間の利益ですね。これ10倍になってますから注意してください。でその平均値です。で変わりますとここはまた15分900秒に戻ってまた分析をします。900秒以上、ね、分析してなければ白文字になってシグナルを送り出します。この2行目のね分析したものからシグナルを送ります。だいたいね週にね2回ぐらいしかこれだけ17通貨国ね、分析させてもシグナルが2個ぐらいしか出てきません。ね、実際はね。で、
100% 勝率1週間前から 100% の分析だけを分析しております。ですのでシグナル数はものすごく少ないです。で今後は今まで現在1週間の間で 100% とも分かりませんので、まあ十数回通してちょっと勝ち越すんじゃないというような程度と考えてください。負けは結構 出ますね。で、今後は今まで稼げても今後は通用するか全く分かりません ね。今後も通用するか分かりません。このね、インジケーターね、ということでよく注意してください。で、とにかくシグナル数が少ないのは勝率 100% もしか分析しません。ですので週に2回ぐらいですね、24時間、はい、このインジケーターをつけておいてハイアンドローショーの、ね、投資すると、いうので大変疲れます。たった週に 2個しか出ませんからね。で、今後はね、この 100% っていうのまた次も 100% ということはまずありませんね。勝ったり負けたり勝ったり負けたりして数十回投資して少し勝ち越すという現状だと思います、ね、で今後厳しくなりますから、今後ずっと、ね、このインジケーターが通用するか分かりません、ね、全く保証しませんということですね。でこの商品は一番高価なもので、まあ、一応億万長者に、これで、なれると、言っておりますツールですね。このインジケーターがあれば億万長者になれるです、まあ、そんな、ね、十数回として、ね、少し利益を取るだけですけれども、ね、100% 分析ということでね、最も勝率が高いインジケーターですのでね、今後、はだいぶ落ちますけどね、現在までは1週間分析、完璧に分析しておりまして、ね、非常に、十数回以上通して勝ち越しやすいというインジケーターですね。保証はできませんけど、今後ね。で、いうことですね。億万長者に、ね、このインジケーターあれば、なれるんじゃないかということでね。バイナリーオプションスペシャリストの半間岩先生が発明して、公開のインジケーターです。このインジケーターがあれば、億万長者になれるんじゃないかということですね。今後保証できませんからね。で17カ国と200を全部投資してね、見ないとダメです。こう見ますとね、現在 80% 5個取引があるわけですね。このシグナルがね、これなんですけど、で 32.200 ピップスね、10多いですから ね。で 3.2 ですね、実際はね、ピップス平均、この5個の平均ですね、ピップスの利益で、勝率は 80% ですよと、このシグナルですね。ということですね。ここにもシグナル。これ負けていくわけですね。現在の表示中ね。で、これは 100% の4個のシグナルが出てて、60ピップスね。60.000 ピップスの利益平均で、このシグナルの1回あたりの平均ですね。で、100% の見つかってるよと、で4回取引があるよというですね、1週間前から現在で5分足だけですね、 こちらのインジケーター全部ね、でこれは3行目は設定値なんでね、で黄色はな分析中の意味の表示ですねなります。他も全部同じですね。でこれもね、 これは勝率 100% は2個しかまだ見つかってませんよとね、1回のシグナル、方法には出てないですね、何もね。
1週間前から現在まででね、勝率 100% のような2回肉しか品が出てませんよと。ピプスは 64.500 ですね。ピプスであるということですね。実際 6.4 ですね。ピプスであるということですね。で、2行目がその見つかったやつですね。で、公示 7.1% は現在表示中のシグ、ね、シグナルですね。動いてません。分析中というだけで、ね、白文字になってからこの2行目の、ね、見つかったもので戦略でシグナルを繰り出しますということですね。このインジケーターで、これは約1年間の利用で、今2019年12月ね、来年の末までの利用ですね。来年の末までの利用で300万ですね。リース料ね、1年ちょっとだんだん短くなってきますけどね、来年の12月までの有効期限ですね。この 100% だけの分析のインジケーター、週に 1,2 回とか3回とかしかシグナルが出ません。こんなに全部17通貨国表示させてね、分析させても週に 2,3 回が限度ですね、シグナルね、のこの最強のインジケーターのね、これで億万長者になれる、んじゃないかということでね、リース価格が300万ですね。です。のインジケーターの紹介ですね。大変高価です。1年ちょっとの利用で、まあ、今はね、だんだん狭まってきて、来年になったらもうだいぶ狭まってきますけどね。有効期限がね、数ヶ月になっちゃうかもしれませんけども。バイナリーオプションスペシャリスト社が今現在で最強と言われているインジケーターの紹介ですね。で、15分足のハイアンドロー社用のインジケーターですということですね。こういうこの系統の名前ですね。ちょっと違いますけどね、販売時のものと形変わってますけど大体同じですね。ということですね。これで億万長者になれると、ね、現在まではね、今後は分かりませんけど、というインジケーターの半間岩先生のバイナリーオプション、世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間岩先生の、紹介する最強のインジケーターでした。億万長者にこれでなれるんじゃないかということのものですね。最強ですね。週に2個ぐらいしかありません。シグナル出てきません。 100%ね、1週間前から 100% のシグナルだけを分析して戦略で動かします、ね、今後は分かりませんね。だから十数回としてちょっと勝ち越すというぐらいですね。 100% でも今後はもうだいぶ落ちますからね。 100% であっても勝率がね、1週間前から分析されてね、見つかって 100% 現在までね、今までの分析ですけどね。で、それを今後、ね、同じような結果と探し出すんですけども、今後は大きく変わってますからね。100% なりません。50% 以上ちょっとなるぐらいでしょうね。ぐらいですね。だから、ぜひ、最強でもこういうもんだと、十数回通してちょっと勝ち越せばいいと。ね、現状最強でございますね。で、それで億万長者になるという方法ですね。億万長者になれるんじゃないかということで、最強のインジケーター 100% の分析で処理しておりますよということですね。設定方法は何もありません、ね、設定方法は今はつけてませんし、販売物もつけてません。立ち上げて15分以上分析していいのがあったら、それで白文字になってシグナルを送り出します。赤のところは
シグナルが全然見つかってないところですね。シグナルが出ません。永遠分析中です。それでね、表示が乱れるこのね、あれがシフトがずれてね、ここ空白になってきたんですよ。この青と赤がね流れちゃって、この間が何も テクニカル分析ができなくなって止まってしまうことがあります。この時は立ち上げてください。アクセスが悪かったりね、この左側のね通学口は出しておいてください。アクセスが悪いと止まっちゃいます。そういうこともありますので立ち上げてください。で、5分足 MT4 のこの5分足しか動きません。これはね、それで投資はシグナルが来てからタイアンドロー車の15分前から10分前の間 にしか打てませんね。タイアンドロー車の15分足用のね、15分前から10分、まで、10分前までの間のね、その5分の間の前のところにの間にシグナルが来たら打ってください。3つ選びますでしょ、通学口ね、位置がね、変わってきますから、その時はさ、一番ね、右側のね、3ブロックのうちの右側のところの欄で投資するようにしてください。こう間違えるとダメですね。でシグナルが来たらとにかくその間にね、の時間にね、通してください。そういうことですね。バイナリーオプション、世界バイナリーオプションスペシャリストの販売屋先生が紹介する最強のインジケーター 100% 勝率だけを分析する。今後はだいぶ落ちますからね、週に2個ぐらいしかシグナルが出ません、ね、そういったものでですね、100% 勝率だけを分析するので、週に2回ぐらいですね、24時間動きっぱなしで、で17通貨国こんなに勝率させるため、全部で、ね、週に2個ぐらいしかシグナルが出ませんね。そういうのですね、先週はまぐれで全勝でしたけどね、今週ですか、今週は全勝でしたけどね、そんなに勝てるもんではございません。十数回通してちょっと勝ち越せば、ね、まあ通用するのは億万長者になれるんじゃないかというようなことですね。いつもねそうだったので、そんな程度でいいと考えております、ね、どうもありがとうございました。バイナリーオプション、世界バイナリーオプションスペシャリストの、最強の 100% 勝率の分析のインジケーターでした。